原城をめぐる攻防の後、姉川に張られた妖魔軍の陣、その中では平清盛が蛇砲のいち早く異変を察知したのは異界の忍び龍はやぶさ。彼は敵の企てを途中、同じく異変に気づいた佐治弁慶が合流。三人は連携を訳し、共に姉川の地へと踏み入った。時代を超えて巡り合った三人。あの摩天楼がなぜここに。ここはこの世界じゃ俺様の方が先輩だから、後輩のお前に惜しい。ここはオロチって野郎が作り出した世界だ。俺様がこの先に感じる滅すべき邪気は、そのオロチのものか。この邪気は清盛のもの。しかし滅びしオロチ長生はその源を止めるためここを訪れた。ついてく。わかった。この世界の邪を断つため共に行こう。実の強化を行っておる。ならば他の者がこもる砦を探るとしよう。一押しに行くんだ。邪魔な妖魔は端からぶちのめしていくぜ。潜入こそ忍びの領分、俺に任せろ。味方が敵に回るとは、このままでは本陣が。こいつは面白い。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろう。見つけたぜ、清盛。なかならあの戦場も平らかにできよう。期待以上の働き、見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。負
解放できるはず。ここはどこだ。私は何をしていたのだ。さすがの働きよ。行こう。そなたならこの戦場も平らかにできよう。本陣の守りは固いか。あら、味方に引き込むまでってな。期待以上の働き、見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。私は真の三国無双ということなのでしょう。だいぶ慣れてきたぜ。こんな感じだろ。味方が次々と敵に。世界を変容させて世界の客人のお得でもその一つでいい。時は満ちた。さすがの働きよ。そなたならこの戦場も平らかにできよう。以上の働き、見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。